2017年、イタリアにて、おこのぎ八郎6月22日帯は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、第96代国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣、自由民主党神奈川県連会長。国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣、経済産業副大臣、衆議院安全保障委員長、 自由民主党青年局長、自由民主党国会対策副委員長、自由民主党副幹事長、自由民主党国会対策委員長代理党を歴任した。建設大臣、通商産業大臣、自由民主党国会対策委員長等を歴任した、衆議院議員の小野義彦三郎の三男。祖父は、衆議院議員の小野義歌児。神奈川県横浜市中区生まれ。 玉川学園高等部、玉川大学文学部卒業。小学校の時に彦三郎の秘書を務めていた菅義偉と出会っている。1989年、父、おこのぎ彦三郎の事務所に入所し、彦三郎の秘書を務める。1991年、父、彦三郎が死去。翌1992年より、渡辺道夫秘書。1993年、 第40回衆議院議員総選挙に旧神奈川1区から出馬し、得票数3位で初当選した。1996年の第41回衆議院議員総選挙では、小選挙区比例代表並立制の導入により、神奈川3区から出馬。なお父、彦三郎の地盤だった旧1区のうち、神奈川区、鶴見区が含まれる3区からは八郎が、西区が含まれる2区からは、 同じ彦三郎の秘書経験者である菅義偉が出馬し、菅は選挙区で当選した一方、八郎は新進党の西川智もを2席敗し、超副立候補していた比例南関東ブロックで復活した。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、神奈川3区で民主党の加藤直彦、改革クラブの西川智もを破り、参戦。同年、 衆議院議事振興係に就任。2001年、自民党国会対策副委員長に就任。2003年、衆議院安全保障委員長に就任。2004年、第2次、小泉改造内閣で、経済産業副大臣に任命され、第3次、小泉内閣まで務める。2005年、自民党総務局次長に就任。2009年の、 第45回衆議院議員総選挙では、神奈川3区で民主党の岡本栄子に大敗し、比例復活もならず落選した。2012年の第46回衆議院議員総選挙で民主党の勝又光一郎、日本未来の党の岡本栄子らを破り、2年ぶりに国政に復帰した。当選後、石橋茂幹事長の下で副幹事長に起用される。二千十三年、 自民党国会対策委員長大臣に就任。2014年の第47回衆議院議員総選挙で7選。かねてから石場主義ルは親しい関係にあり、石場の幹事長就任後、石場を中心に結成された無派閥連絡会にも参加していたが、2015年9月に石場が水月会を結成した際は参加せず、脱派閥を主張してきた石場による派閥の立ち上げに、 会議的な意見を示した。2016年2月、自身が会長を務める自民党神奈川県連が連立政権を組んでいる公明党に対して自民党本部が検討していた同年の第24回参議院議員通常、選挙における神奈川県選挙区での公明党公認候補の推薦に反対する方針を決定し、おこの議自身も公明党候補の推薦に反対する。 考えを示した。結局、自民党は、神奈川県選挙区で、比例区から蔵替えした三原淳子を公認したほか、公明党の三浦信介、無所属の中西健事を推薦し、いずれも当選したが、県連会長だったおこのは、自民党所属議員に対し、公認候補である三原以外の応援に入らないよう通達を出していた。2017年8月3日、 第3次安倍第3次改造内閣で国家公安委員会委員長及び内閣府特命担当大臣に任命されて初入閣。その後の第48回衆議院議員総選挙で8選。2017年11月第4次安倍内閣で国家公安委員会委員長及び防災担当大臣に再任。 2018年10月2日の第4次内閣改造発足により国家公安委員会委員長及び防災担当大臣を退任2018年10月23日自民党治安テロ対策調査会長に就任2020年9月14日に行われる自民党総裁選挙で菅義偉の選挙対策本部長を務める菅が総裁に選出され 9月16日の発足の菅義偉内閣では国家公安委員会委員長内閣府特命担当大臣に就任。ありがとうございます。